らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ご指名ありますか？ん？ああ、ご指名ね。お時間すぐに入れるのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん、当店は初めて？じゃあ先にコース決めましょうか。コース？それにオプションも。オプション？それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。35分コースで。まあ初心者だからね。いやでも初心者だからこそ本当はもっと長くいてもらいたかったな。そういうもんなのか。まあでも別にお客さんの自由ですから、正解も間違いもないから安心してください。ご指名はどうしましょう？今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんですけど。かなえちゃんを。かなえちゃんですね。どうかした？かなえちゃんで間違いないね。いや、ちょっと待って。ん？帰る？今ならまだ大丈夫よ。途中でチェンジは困るけど。そう。今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんね。どの子にする？マリンちゃん。マリンちゃんですね。どうかした？いや、ちょっと。ん？そう。今ゆうなちゃんを。ゆうなちゃんですね。どうかした？いや、ちょっと。ん？そう。今かなえちゃん。どうかした？ああ、かしこまりました。それじゃあオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。オプションというと？そりゃもういろいろですよ。女の子によっては NG のオプションもあります。かなえちゃんは一つだけ目隠しプレイが NG でして。目隠し？彼女はその目を隠すとかちょっと怖い思いをしたことがありましてね。わかる気がするよ。最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いや、まあお気になさらず、お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。
どうぞ。お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが、どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ、え？なんてな。凶霊界の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろう。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね、目出し帽の4人組に。ああ、なんだそりゃ。あれはあんたの差し金ですか。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。だろう、ケンゴ。へい。よたこいてんじゃねえぞ、おら。どうも。どう。カナエちゃんならさっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。へえ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。八神だ。おやさんか。おう、どうした。なんか調子悪いのか。おやさんとこの頭と厄介事があってね、間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。わかった。すいません。ええ。
ああ、うん、お、ああ、お、ああ、なあ、はい、ああ、